問題,1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう 例会社で女の人と男の人が話しています女の人はこの後まず何をしなければなりませんか ABC 広告の川島部長がそろそろいらっしゃる時間ですねうん資料のコピーはしてくれたはいこちらです6部で足りますかそうだね ありがとう。いらしたら2階の会議室に案内してくれる僕はもう一つ資料を持っていくからその間にお茶を出しておいてわかりましたあエアコンもつけておきますねああそれはさっき田中さんがやってくれたみたいじゃあよろしくねはい女の人は。 この後、まず何をしなければなりませんか最も良いものは1番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは1番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。 1>, 1番女の人と男の人が会社で話しています。男の人はどこで昼ご飯を食べますかね最近できたイタリアン、人気みたいね。ああ、うちの目の前にできた店でしょ。いつも行列ができてるね。ピザが美味しいらしいよ。今日のお昼、そこに行ってみないいいけど、時間大丈夫かな 午後から会議じゃないそうか。絶対こむしねやめといたほうがいいかじゃあその隣の和食レストランに行くそこは昨日行ったばかりなのよまあいいんだけどじゃあハンバーガーはすぐ食べられるしそうねでも雨だからなあんまり遠くまで歩きたくないなごめん今日は何か買って食べるよ あ、そうじゃあ僕はハンバーガーにするよ男の人はどこで昼ご飯を食べますか2番 女の人と男の人が会社で話しています。男の人はまずどこへ行きますかあ、川島さん。今晩みんなでご飯食べに行こうって言っているんだけど、川島さんも一緒にどうあ、いいね。どこに行くのちょっと遠いんだけど、朝日町に新しくできたスペイン料理のお店。朝日町だったら、うちの近くだよ。何時から 7時半で予約した。私たちはもうこれから会社出るところだけど川島さんは今メールの返事を書いててあと10分くらいかかるかないいよ先行っててああ川島さんってバイクだっけうんでもワイン飲みたいから今日は家に置いてから行くよじゃあお店に直接行くいや改札で待ってるよ僕の方が先に着くからそうか じゃあ、また後でね。男の人は、まずどこへ行きますか。三番。 女の人と男の人が会社で話しています。男の人はこれからどうしますか田中さん。はい。明日の会議なんだけど、会議室の予約してくれたはい。第一会議室を予約しておきました。え第一会議室会議の参加者は5人だから、ちょっと広すぎるんじゃないええ。 私もそう思ったんですが、第二会議室は先に予約が入っていまして、第三会議室は？第二会議室と大体同じ広さでしょ？はい。でも、インターネットが使えないんです。それだと、まずいんですよね。うん。今回は画面を見ながら話をしたかったから。じゃあ、仕方ないね。机の並べ方を、なるべく話しやすいようにしてくれる。わかりました。 男の人はこれからどうしますか四番母親と息子が話しています。息子はまず何をしますかひろし、ちょっとお願いがあるんだけど。 何？庭の掃除をしてくれないかな。風で葉っぱが飛んできてるのよ。いいけど、今宿題してるから終わったからでいいいいよ、もちろん。あと掃除が終わったら洗濯物を中に入れといてくれるもうすぐ雨が降りそうだから。わかった。お母さんはこれから出かけるのうん、ちょっと歯医者にね。5時に予約だから。うーん。あれ 雨かなもう降ってきほんとだすぐ入れないとひろしいい私もう行かないといけないからわかったやっとくよ息子はまず何をしますか 5番図書館で男の人が係の人と話しています。男の人は、明日何を持ってきますかすみません。この本を借りたいんですが。図書館カードはお持ちでしょうかいえ、今日初めて利用するので。そうですか。ではカードをお作りしますので、こちらにご住所とお名前をお書きください。 はい。これでいいですかはい。あ、市内にお住まいじゃないんですか。あ、はい。申し訳ありません。市内にお住まいの方じゃないと貸し出しができないんです。そうなんですか。職場に近いから利用したかったんですが。職場は市内なんですかええ、ここからすぐのところにあります。でしたらお作りできますよ。 何かそれがわかるものはありますかああ今はないですねいいですよ明日また来ますのでそうですかわかりました男の人は明日何を持ってきますか 6番男の人と女の人が会社のパーティーの準備をしています。女の人はまず何をしますかテーブルはこんな感じでいいかなうーん、テーブル同士が離れすぎてないもっと近い方がいろいろな人と話せていいと思う。そうね。じゃあ動かそう。あ待って。 コップを置いたままじゃ危ないよあ、ごめんごめんまずはコップねあ、そういえばお皿とコップの数なんだけどこれで足りそうえーと、結局何人来るんだっけ参加者のリストはちょっと待ってあ、しまった会社に置いてきちゃったえー、忘れてきたの受付ができないじゃないごめんなさい ここはいいから、早く取ってきて。うん。女の人は、まず何をしますか問題二。 問題2ではまず質問を聞いてくださいその後、問題用紙を見てください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください では練習しましょうお<い>女の学生と男の学生が電話で話しています男の学生はどうして家を出るのが遅くなりましたか ちょっと早めに着いたから、先に店に行ってるね。田中君は今どこ今、家を出たところ、三十分くらい待って。えぇ、ー、遅いよ。お昼食べる時間なくなっちゃうじゃない。ごめん。実は朝から体がだるくて、ちょっと熱があるみたいで。そうなのじゃあ、今日のセミナーはやめといたら 大丈夫だよ。同じようなのを定期的にやってるからまた行けばいいよそれより家で寝てたほうがいいってうーんわかった男の学生はどうして家を出るのが遅くなりましたか最もも良いものは1番です。 回答用紙の問題2の例のところを見てください最も良いものは1番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番 1> 会社で男の人と女の人が話しています。 女の人はどうして会社を辞めますか田中さん、会社辞めるって聞いたんですが、 本当ですかえ、うんどうしてなんですか主人が転勤することになったのよ、大阪にああ、それでですかじゃあ、別に会社が嫌になったから、というわけじゃないんですねうん、全然この会社結構好きだし、通えるなら通いたいけど、大阪だからね向こうでまた働くんですよね もう次のところは決まってるんですかまだまだ、急に決まったことだし、新しい仕事は向こうに引っ越してから。そうか。でも、せっかくだから、ちょっと休んだらどうですか2週間くらい旅行に行くとか。そうね、余裕があればね。じゃあ、ちょっと寂しくなるけど、向こうで頑張ってください。うん、ありがとう。 女の人はどうして会社を辞めますか二番外国人留学生がスピーチをしています。日本人の良くないところは何だと言っていますか 私が日本に来て思うことは、日本人は時間に厳しいということです。バスや電車の時間はいつも正しいし、友達と約束しても遅れることはほとんどありません。すごいなぁと感心します。でも反対に、バスや電車が遅れたり、友達が約束に遅れたりすると、待っている人はとてもイライラします。 決められたことを守るのはいいことだと思いますが、いつもいつも時間を気にするのはどうなんでしょうか。たまにはゆっくり時間を過ごすのもいいのではないでしょうか。日本人の良くないところは何だと言っていますか。 3番、テレビで新製品について説明しています。この製品について、特にどんなところがいいと言っていますか 家族が増えたからもっと大きい冷蔵庫が欲しいけど置く場所がないとお思いのあなたこの冷蔵庫がおすすめです中の広さは今までの冷蔵庫の1.3倍なのに大きさは今までのものと同じなんですつまり今冷蔵庫を置いてある場所にそのまま置けて今よりたくさん物が入れられるんです。しかも、 1か月の電気代が今までの約半分嬉しいですねそして気になるお値段ですが今回は特別価格の7万5千円ですもちろん全国どこでも送料は無料です欲しいと思った方はこちらにお電話をこの製品について。 特にどんなところがいいと言っていますか。四番。大学の事務室で男の学生が係りの人と話しています。男の学生は何ができないですか。 すみません。102教室を使いたいんですが。102ですか。使用目的は何ですか。授業で発表があるんですが、その前に学生だけで練習したいんです。わかりました。いつから使いたいんですか。ああ、今からです。3時間くらい使いたいんです。学生だけの場合、2時間までなんです。そうですか。わかりました。 あのー、マイクはお借りできますかマイクですね。一本でいいですかはいじゃあマイクと、これが部屋の鍵です。机などは元の状態に戻しておいてくださいわかりました。ありがとうございます男の学生は何ができないですか 5番？女の人と男の人が話しています。男の人はどうして疲れているのですか？ 山くんなんだか疲れてるみたいだけどどうしたのうんちょっとねアルバイトのしすぎじゃないの夜遅いんでしょレストラン遅いよそれに急に一人辞めちゃってねだから今、毎日出てるよそうなんだでもそれはいいんだよしょうがないから働いたらそのぶんお金ももらえるしじゃあ何 仕事じゃなくて、行き帰りのこと。自転車で行ってるんでしょ ?15 分ぐらいじゃなかったっけそう。でも、自転車が壊れちゃって、今ないんだ。えー、じゃあ、昨日はどうやって行ったのもしかして…そう。歩くには遠かったよ。もう足が痛くて… 男の人はどうして疲れているのですか六番男の人と女の人が話しています。女の人が携帯電話を変えた一番の理由は何ですか あれ携帯変えたうんああ、一番新しいやつだいいね使ってみてどう今までにない機能がいろいろあって楽しいよ写真もすごくきれいだし撮った写真の色を変えたり写真に絵を描いたりできるのそれをすぐ友達に送れるしねへえ写真をよく撮る人にはすごくいいねそれだけじゃないよ 調べたいことを口で言うだけで調べてくれるしへえ、いいなでも高かったんじゃないそれがすごく安く買えたの私ずっと ABC フォンの携帯を使ってたから特別割引ああ、同じ携帯電話会社のを使ってたら安くしてくれるんだよねそうでないとわざわざ新しいのに買い替えたりしないよ 女の人が携帯電話を変えた一番の理由は何ですか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありませんまず話を聞いてくださいそれから 質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう<例>留守番電話のメッセージを聞いています。 田中です先日は森さんのお祝いの会に誘っていただきありがとうございました。私もぜひ参加したいと思っていたのですが昨日から娘が熱を出してしまいました。夫も明日は仕事ですし今回はちょっと行けそうにありません。皆さんとも久しぶりでお会いできるのを楽しみにしていたのでとても残念です。森さんにはまた私からも電話します。本当にすみません 田中さんが一番言いたいことは何ですか 1, ?1 娘が熱を出している 2, 2お祝いの会には参加できない3みんなに会うのが楽しみだ4森さんに電話しておく 最も良いものは。二番です。回答用紙の。問題三の。例のところを見てください。最も良いものは。二番ですから。答えはこのように書きます。では。始めます。一番。 女の人と男の人が息子について話しています最近たけしと話したいや、どうかしたのせっかく大学に合格したのに、行かないって言うのよえー、あんなに勉強してやっと合格したのにそう、理由を聞いても働きたいっていうだけでそうか 真面目なやつだから何か考えてるんだろうけど今から働くったって就職なんかできないでしょうそれに何の仕事をするっていうのまあそうだけどとにかく話を聞いてみないとそうねあなたにはちゃんと話をしてくれると思う男同士だしじゃあ話してみるかたけしは部屋にいるええお願いね 父親は息子の考えについてどう思っていますか 1, 1賛成だ 2, 2反対だ3まだわからない4真面目だ 2番、2> 女の人と男の人が話しています。ごめんください。ああ、山田さん、旅行から帰られたんですね。ええ、あの、これ、旅行のお土産です。ああ、どうもすみません。ありがとうございます。今、ちょうど散歩に行ってるんですよ。もうすぐ帰ってきますから、それまで… ちょっと上がって待ってくださいあ、そうなんですかじゃあすみませんいいえいいえいい子にしていましたかええすぐ懐いてくれたし吠えたりもしなかったしうちの子も二人とも犬が大好きだから楽しかったですよずっと一緒に遊んでましたそうですかそれは良かったですまたいつでも行ってください そう言ってもらえると助かります。い,いえ、あ、帰ってきたみたいです。山田さんは何をしに来ましたか？一、<1 S 2> 子供を預けに来た。二、<2 S 2> 子供を迎えに来た。三、<3 S 2> 犬を預けに来た。 <4 S 2> 犬を迎えに来た3番留守番電話のメッセージを聞いています田中です。 この間貸した DVD 返すのをいつでもいいって言ったんだけどちょっと状況が変わりました弟が急に見たいって言い出したんです申し訳ないんだけどとりあえず今週の土曜までに一度返してもらえないでしょうか代わりに別の DVD を用意します005の一番新しいやつ最近買いましたじゃあ連絡待ってますあ、で、その時、 ついでにお昼でも行きましょう男の人が一番言いたいことは何ですか一 <1 S 2> 弟が DVD を見たいこと二 <2 S 2> 貸した DVD を早めに返してほしいこと三 <3 S 2> 面白い DVD を買ったこと 4今度一緒に食事に行きたいこと」問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。 矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょうみ<例>がわからないので。 人に聞きます。何と言いますか 1, 1. 東京駅に行きたいんですが。<S 2. 2 <S 東京駅に行ってくれませんか 3. 東京駅に行ってもいいですか最も良いものは、一番です。回答用紙の 問題四の。例のところを見てください。最も良いものは。一番ですから。答えは。このように書きます。では。始めます。一番。見たいテレビ番組がありますが。 出かけなければなりません。家族に何と言いますか1.7時からの番組、ビデオに撮っといてもらえない2.7 <2 S 1> 時からの番組、ビデオで見といてもらえない3.7時からの番組、ビデオを探しといてもらえない 2番、2> レストランで注文した料理がなかなか来ません。何と言いますか1、1> すみません。もう食べてもいいですか 2>, 2、すみません。ずいぶん前に頼んだんですが。3、すみません。その料理、こちらにお願いします。 3番、先生にスピーチの練習を見てもらう約束をしていました。でも、その時間を変更したいです。何と言いますか1、1> 先生、時間を変えていただけないでしょうか 2>, 2、先生、時間を変えたらいいでしょうか3、先生、時間を変えさせてもらいましょうか 4番友達が試験に落ちました。友達に何と言いますか 1, 1大丈夫手伝おうか 2, 2困ったな失敗しちゃった。3元気出して。次があるよ。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。 では練習しましょう。零<イ>。あの道がよくわからないので一緒に行ってほしいんですが。一。そうですね。どうぞ。二。ええいいですよ。三。 はい、そうしてください。最も良いものは2番です。回答用紙の問題5の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。 1>, 1番。すみません、このカタログ一部いただいてもいいですか1。1> どうぞお持ち帰りください。2>, 2。いいえ、結構です。3。はい、いただいてください。 2番。「この間貸してくれた本、ちょっと汚しちゃって」「1」「はい汚さないように気をつけます」「2」「そうでしたかすみません」「3」「いいですよ気にしないでください」 3番この仕事は僕がやっとくからもう帰ってもいいよ。1いいんんですかすかみません 2, 2どうもありがとうございました。3そうですね帰ってもいいです。 4番桜広告の鈴木ですが田中部長をお願いします 1, 1田中は今別の電話に出ておりますが 2, 2田中部長は今いらっしゃいません3田中さんですねお待ちください 5番明日の会議始まりが遅くなったんだって1えまだ始まらないの 2, 2そう何時からになったの3それがよくわからないんだ 6番困ったなあ,あの資料がないと会議ができないよ1会社に取りに帰りましょうか 2, 2資料をコピーしてください3会議をしなければなりませんよ。 7番来週テニスの試合があるんです。勝てるといいんですが。1, 1> そうですね。それがいいと思います。2, 2うん、勝った方がいいですよ。3そう、頑張ってください。 8番家から遠いのに毎日どうやって学校に通っているんですか 1, 1今日はバスで来ました 2, 2遠いけど自転車で来ています3電車は毎日混んでいて大変です 9番、お返事はすぐでなくてもいいですか1、ええ、それがいいです。2、はい、結構です。3、ええ、早めがいいです。 これで懲戒試験を終わります。